お疲れ様。お疲れ様。こんばんは。あ、ぜひぜひ。会員限定でアーカイブが残るんかな。今日は ST48 チャンネルありがとうございました。ありがとう。ちょっとちょっといろ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 しでかしたしでかした配信でした。やる気猫Kさん、チアナゴありがとうございます。面白かった。こんばんは。ちょっと私の印象が。キャトルさん、スイカありがとうございます。隠された一面があらわにされてしまいました。こんばんは。私も楽しかった。めっちゃ今日楽しかったです。今日はね、10問一答って言って、あのバンって質問が出されて、パン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 って5秒間の間に質問にの答えを言うっていう10問一答っていう企画をしたんですけど、なかなかやばい企画でしたね。なかなかすごい面白いけどなかなか難しい企画だった。めっちゃ楽しかった。お風呂についてみてしょ。真面目真面目。え、ほんまにもう真面目に真面目って書きました。真面目に真面目を間違えました。何が違うかほんまにわからんかった。のぞみ4号さん、スイカありがとうございます。ピコロさん、チアナゴありがとうございます。やべえやべえやつやばくない。こんばんは。あ、庄司さん、ありがとう。ますますあずみんのこと知れました。とっちゃもやさん、チアナゴありがとうございます。こんばんは。失礼ですね。確かにめっちゃ面白い。めっちゃ面白かった。ちょっとやっぱりベートーベンさんとお仕事を、ね、したら、もう芸人さんの凄さというものをね、ちょっと間近で体感して、わあ、芸人さんってやっぱりすごいなって思いますね。めっちゃ緊張した。めっちゃ緊張しました。そう、5秒、なんかさ、しかもチャン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 って刻まれるけん、なんかね、よりバクバク、あ、答えてけんと思って、バクバクして焦っちゃう。こんばんは。あの音、どの音だ。あ、結構聞こえるよ。結構聞こえる、あのチッチッチッって音、結構聞こえた。こんばんは。あんまじそう。いや、ほんとにね、あずみはやばいやつってメモしなくていいですよ。消してください。キュアリンさん、辰野敏吾ありがとうございます。ありがとう。ママ怒られはせんかったけど、その話したらなんかすごいパンツ破る怖い人みたいじゃんってちゃんと理由まで説明してきたって言われました。ちゃんと理由があってパンツ破いたんだよって。そう、もう穴が開いてるもう履けないパンツ、穴が結構穴が開いてて、1個じゃなかったらしい。しかももうなんか1個のちっちゃい穴も一回見逃してるらしくって、もう一個ぐらい穴が開いて本当に開けないなってなったから、もう捨てちゃおっかってことでビリってやったらしいんだけど。
ちょっと小学校の自分には衝撃的、衝撃的すぎて大号泣そう、ちゃんと理由、ちゃんとその過程説明してねってママに言われましたキャトルさん、あ、チンアナゴありがとうございます、ありがとうねえ、ベートーベンさんの司会楽しい、めっちゃ焦る、怖い怖くないですよえ、漢字ほんまに、漢字全然、漢字弱い、漢字ほんと弱かった、え、ほんま真面目に、真面目にあの漢字はほんと真面目にミスりましたねあれ、ま、うん、真面目にミスった、真面目に真面目をミスりました。阿部メイさん、つよぽんさん、チアナゴありがとうございます、ゲベルさん、初見さん、こんばんは、岡田あずみです、ぜひフォローよろしくお願いします、ありがとうございます、帰ってきて負けいや殴ってないよそんな頻繁に殴らんけんねそんな毎晩毎晩ってやっとるわけじゃないけんインパクトあった爪痕残せたかな今日いや本当に、こんばんは、そう、なんかもう履けないから、履けないからと思って破ったらしい、どうせもう履けないから、こんばんは、そう1枚だけだよ、そう、その1枚じゃ初めて私の目の前でパパンツを小学校の時お母さんが破いて私がもう大号泣しちゃったから、もう私の目の前でパンツは絶対に破かないってしてたらしい、もうそれから破かれたことはないです目の前でパンツを、え、見て、ぜひアーカイブ、あの会員限定でアーカイブが残ってるの、残ってるらしいので、ぜひぜひアーカイブ見てみてください。お、チョンヘリさんありがとうございます酔いました、庄司さん、チンアナゴありがとうございます、チリと漢字、え、もう同等レベルですね漢字、簡単な漢字なら書けるんよ、簡単な漢字ならね、難しいのはちょっと苦手だけど、漢字ね、あんまり苦手じゃない気がしてたんだけどな、おかしいな明日お話し会楽しみ、私も楽しみです、明日は、明日はなんと待ちに待ったオンラインお話し会でーす楽しみ、めっちゃ楽しみ、明日たくさんお話ししましょう、おしまし、おしまし券がもう1月24日のおしまし券はもう売り切れ、完売、ありがたいことにね完売しましたので、そう、追加でね、おしましは明日はねちょっと難しいんですけど、ぜひぜひ現在オンラインお話し会再販中ですので、8月11日木曜日祝日1時間目、9月10日土曜日1時間目、9月23日金曜日祝日3時間目のこちらの3日程がね再販中事件、今回ねちょっとなんか最近ちょっと安住のこと気になりだして、7月24日おしまし取ろうと思ったけど、あー取れんかったとかって方も再販中ですので、ぜひぜひよかったらこちらの3日程よかったらどうですか、お待ちしてますお話ししましょう、たくさん。
お待ちしてます。明日もね、明日もめっちゃ楽しみ、明日も楽しみにしてます。ぜひ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 お待ちしてます。こんばんは。将来の夢に枕になる。いい、そんな夢追加しなくていいよ。私のサンドバッグになりたいんですか。やばい夢すぎるそれは。いや、さすがにね、壁に穴は開けたことないんでね。さすがに。こんばんは、キャトルさん。人でありがとうございます。リアルに開けたことあるん。すごっ。なんでストレス溜まっちゃったの。くそーって開けたんじゃなくって。なかなかじゃない、壁に穴開けるって。なかなか開かんよね、だって結構な力じゃないと。キャトルさん、貝殻とパツの落とし子ありがとうございます。宮本浩一さん、チンアナゴありがとうございます。これにこれいらんやね。そう、私もね、よくね、捨てられたことあるよ。壊れた思う。なんかね、私ね、物への執着心というのかな、なんかね、捨てれんのよ、物が。断捨離ができないタイプで、だから私、学生の時とかもプリントなかなかね、プリントの捨てるとタイミングがね、つかめずに、もうめっちゃ溜めちゃうタイプだったんだけど、そんな感じで、なんか壊れてもなんかどこかで使えるんじゃないかなとかって思って、捨てれなくって、服とかも。だからお母さんにね、大晦日の日とか断捨離する時に、もうこれいらんでしょって、もうこれいらんでしょって言いながら、お母さんに手伝ってもらって断捨離してますね。断捨離できんのよね、リス先輩。男田信長めっちゃ面白かったです。リッセンさんの。お、メールありがとう、ありがとう。ありがとうございます。ね、明日のお話会楽しみましょうね。こんばんは。お、ありがとう、8月11日ありがとう。こんばんは、さとしんさん、ハートありがとうございます。お、ありがとう、やる気猫系さん。今回の際、25日の1時までです。お待ちしてます。こんばんは、アイス。あ、そう、あれはなんか最近でも怒ったエピソードがもう出てこなくって、最近切れた怒ったエピソードが全然出てこなくって、もう逆に怒られたエピソードをしちゃいました。弟のアイスを勝手に食べて怒られたっていう、怒られたエピソードをしちゃった。難しかった。5秒間。お、お話し会何話していいか困ってる。何でもいいよ、何でもお話ししたい、何でもお話ししよう。明日は七夕に、七夕だから7月お願い事とかがテーマなんだけど、いろんな話、大丈夫、困ってもたくさんお話、大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。宮本さんが話せないってなっても大丈夫。安心して、私に身を任せてください。
もう気づいたらね、楽しい時間、楽しい時間になってますから大丈夫ですよ。こんばんは。ギスデル殴って破壊したいな。その人私も知ってるな。そう、これお気に入りねえ、ためこ、そう捨てられないの本当に。こんばんは。ねえ、なんでみんなそんな壁に穴開けとるん。壁に穴開けたエピソードの人めっちゃめっちゃおるんだけど。こんばんは。あれ、はそれはもうもちの論で大切にしますよ。お手紙は、お手紙やプレゼントはもちの論です。ねえ、断捨離、断捨離本当にできないの。だから言ったかな、こう学生の時はなんか学校でプリントいっぱいもらうじゃん、あの授業のプリントとか、本当にあのなんかなんとかだよりみたいなプリントとかいっぱいいっぱい、そういうプリント系をもらってファイルにこう貯めて、貯めるっていうかファイルに保存してるんだけど、そのプリントの捨て時が分からなくって、もう一生ファイルに、同じ1個のファイルに詰め込みすぎて、ファイルがこんぐらい分厚くなるぐらいまでプリントをもう捨て時が分かんなくって、どうしたらいいか分からん、そのプリントが付箋かからんくってなって、もうこんぐらいまでファイルパンパンにさせたのを、あの学校のリュックにずっと入れっぱなしで入れっぱなしで、そうずっと持ち歩くっていう生活をね3年ほど続けてましたね。高校1年生から3年生までこんだけパンパンにして、パンパンになってさすがにもうパンパンすぎてプリント入らないから新しいファイルを持ってくるけど、でもそのプリントをなんか学校のどっかで本当に使えそうな気がするんよ。もしあのプリントを持ってきて、なんか今ありますかとか出せますかとかって言われたらどうしようとかと思って、そのプリントを持ち歩きながらもう一個新しいファイルも持ってきて、それにまたそれからのプリントを入れ込んで、こんぐらいの分厚いファイルほんまに2個、最大2個入れとったことあるリュックの中に。で友達に見られて、何この汚いリュックって言われて、友達に整理してもらいました。4月のじゃんとか、何半年前のじゃんって、絶対使わんよこれって言いながら、そう用心深いんですしとく本当に。でめっちゃ重いけんね、重ーって思いながらね、リュック背負いながら学校行ってた高校の時。やちりんさん、チンアナゴありがとうございます。よっちゃん、アイスクリームありがとうございます。お、のみおくん、かわいい。ありがとうございます。アイスじゃない。スイカ、ありがとうございます。ありがとう。そう、怒られたエピソード。こんばん、ポロンさん、チンアナゴありがとうございます。ありがとう。確かに服もね捨てられないよね、私も服捨てられない。
学園のやつ発散してる。そこの深掘りします。なんかそう、なんかあんまりね、切れる、怒るという行為、あんまりこう、なんだろう、切れるタイミングが多くはないんだけど、あんまり怒らないタイプではあるけど、でも怒った気持ち、怒った時イラーってする時あるじゃん。うわーイラーとかってした時は、そうだね、お家に帰ってまずは家族にお話、めっちゃ話して、そう、寝る前にフンって枕をひとたたきして寝て忘れさせてるタイプですね。結局ね、もう引きずらず、その人殴りで記憶をなくします。これでこう、その一瞬で記憶をなくす方に。お、ニグノマありがとう。私も楽しかった。ありがとうございます。のみおくん、チアナゴありがとうございます。確かに優柔不断、いや優柔不断ある気がする。私結構優柔不断なんです。のぞみおんごさん結婚してありがとうございます。自分ほとんど使わない名刺とかたくさん持ち歩いちゃって荷物多いってね、なんかね、持ち歩いちゃうよね、絶対使わないのにね。私のも本当に持ち歩いてくれてる。私のいた、うん、もらったものはめっちゃ大切にしますよ。こんばんは、ありがとう。切れると怖いタイプかも。あんまりなんかね、だから怒れない、どうやった、怒り方が分かんないの。怒ったことがないだから、怒り方がね、誰かに、人に対して怒れないんですよね。発散の方が多いかも。そう、曲の立ち位置表とかも多分もうね、多分抱え出す。同じ末路になると思います。私高校生の時とプリント絶対もう今でさえもうやばいもん、バッグの中がもうプリントだらけ、ファイルの中が。本当に、でも立ち位置表ってさ、なおさらさ、もう絶対になんか持ってきとかないといけないかもって気持ちになるから、多分どんどんね、どんどん分厚いファイルが出来上がる気がする。クマさんはボコボコにしない。クマさんはかわいそうだから。腹パン。腹パンしていいんですか。結構一撃が、かなり大きい一撃が来るかもしれません。ね、聞いてもらうのね、私もお話しするのめっちゃ好きっていうか、一番すっきりする、誰かに話すっていうのが。りょうちゃん、チンアナゴありがとうございます。弾力性あるので。アシテビツさんもチンアナゴありがとうございます。お泊まりの時、あ、お泊まりは、いや、そんな多くないかも。
なんかホテルに委ねてる全部。うん、まあホテルにあるじゃろうと思って寝巻きとかももうホテルに委ねてます。私あの歯磨きとかブラシとかあのいろいろだいたいそうホテルに委ねてる。お泊まりの時はだからこの前あの東京に初めてお話し会のでお泊まりに行った時ももうなんか荷物多すぎくなりすぎるのもさ大変だからと思ってもうホテルに委ねましたでも全然ね寝巻きと寝巻き次の日の服と下着とかそこら辺があったらね大丈夫だ大丈夫だってホテル泊まってみて気づいたので今度から軽めの荷物 でなるべく軽めの荷物で泊まるようにしようと思いました。意外と全然大丈夫だったから。やる気猫 K さんチアナゴありがとうございます。こんばんは。そんな選手権しなくていいですどんどんパフパフそんな選手権しなくていいですよニコ生の今日のやつはあのなんだろうアーカイブは会員になってる方のみ見れるみたいな感じだった。マネージャーさんに聞いたら感じが会員の方がアーカイブが見れるみたいな感じでした。え、そう、立ち位置も送られては来とるんよ。あの、携帯上にね、あの、データとして。でもやっぱりなんか持ち歩いちゃう。整理ができんのかな？家に置くってことができない。一応ね電子化はされてあるんですよね。してもらってるんですよね。ファンの方に わーって叫ぶもする。あ、なんか歌う。多分めっちゃストレス溜まってたら無意識にっていうかお風呂の中で大熱唱しますのぼせるぐらいまで歌う。もうなんか一個特徴かも私の。すっごいストレス溜まってたらわーって言えないから急に叫び出したらさそうもうびっくりされるからみんなにわーって叫べない分大きい声でお風呂の中で歌ってます。うん、信一さんチンアナゴありがとうございます。え、そう、なんかアメニティ系があの部屋にもともと置いてあるんじゃなくて受付のところに置いてあってご自由にお取りくださいみたいなシステムになってるホテルとかたまにあるじゃん。ああいうのとかね取り忘れたりとかしたことある。めっちゃ困ったになりましたえ、あ、ないん、い、部屋にないんかいって。まさかの受付あたりで自分で取らんといけんタイプのホテルで。ね、委ねる。委ねます私はプリントね、プリントだけは本当に
問題、私の大きな問題なんです。エステチャンネルありがとう、ありがとうございました。私も楽しかったありがとうございました。大にも、ああそうなんだ、エステホテートメンバー先輩方ですか。体操これ前も言われた、着てたら、そう、体操服じゃない、体操服じゃないよ体操服じゃないよ。ここのこの柄かな、前も、前着てる時も体操服着てるみたいって言われました。良いでも髪の方が好き、なんだっけ、髪の方が、髪の方が好きです。そういう資料とか見たりするの、立ち位置とかも画像で送られてきてる、切ってデータで送られてはきてるけど、なんか、なんか知らんけど紙で見た方がなんか記憶に入る、頭にすんなり入ってくる、紙の方が。ねえ、あるよね。なんか違うよ、体操服じゃないってボトムスの体操そう、リンガーティー、リンガーティーってやつですよ、リンガーティーリンガーティー、リンガーティー、ほんと最近ほんまに教えてもらって知った、リンガーティーっていうの、リンガーティーですよ、リンガーティーこんばんは。お金、お金も、私電子マネー本当に無理なんよみんなさ、ちょっと聞いてほしい、私の最近の電子マネー無理話。なんか最近さ、電子マネーがすごい、なんだろう、もう電子マネー化されてるじゃん、いろいろ、ペイペイとかさ、なんかそういうので、家族がほぼ使っ、ほぼっていうか、お姉ちゃんとかお父さんとかがそのペイペイとか使ってて、でこの前なんか横でお父さんがペイペイ払ってるの見ながら、なんか、え、お父さんついにペイペイと思ってなんかお父さんそういうのなんか疎いイメージがあったからね、ずっとお父さんついにペイペイ使い始めたのと思って聞いたんよ。え、ペイペイいつから、いつからペイペイ使い出したんって言ったら、なんか使ってみるとこっちの方が便利だし、なんかなんだっけ、お金が返ってくるんだっけ、なんかこっちの方がいいんだよとかって教えてもらって、でお姉ちゃんも同じようなこと言っとったんよ、ペイペイあぜも使ってみなよって言われたけど、でアプリまで入れたんよアプリまで入れたんだけどさ、電子マネーなんか難しくない使えないんよね、私アプリはアプリまで入れたけどまだ一回も使ってないんですよね、ペイペイ。え、結構使ってます？そうそう、ポイント還元みたいな感じ。ペイペイ。電子マネー私使いこなせる自信ほんとないんですよね。一生紙がいい。一生紙がいい。ペイペイ難しい。そう、ついていけないんですよ、全然取り残されそう、いつか時代の流れに。お、マーナさん、初見さん、こんばんは。
ありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いしますね。元気、私もうずっと現金払い、一生現金払い宣言できますもん、ここで今本当に電子マネー私使いこなせる自信ない、全然。ペイペイこんばんは。あ、イコカとかは使ってる、あの電車乗る時とかね、パスピーも。でもなんか、なんかを買う時に電子マネーでピーとかなんかね、できる気しないの。そう、ポイントね、ポイントとかね、クーポンとかね、めっちゃ勧められるよ、お姉ちゃんとかに。使ってみたらいいのにって言われるけど、使い方わかんない。え、半額？すごっ。すごい。え、もうポイントの仕組みがわからない。どういう理由で戻ってくるの、ポイントって。こんばんは宣言しちゃうフ僕はまだ巨大な石のタイヤみたいなどこの時代の人ですかタイムスリップタイムスリップですか現金払い一択ですね。あ、財布確かにね、小銭とかもね少なくなるし、確かに携帯だけ持ってればいいもんね、多分ペイペイってなったら。あ、ゆたかさんありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。あ、一個か。ね、広島、え、他ではなんて言うんだろう、スイカかな、スイカと同じ感じ。一個かって多分スイカとか同じ感じ。あ、現金、あ、一緒じゃん、現金派。いやもうほんと現金派、もう手を取り合いましょう、現金派私も多分ずっと現金派だよ、多分。電子機器ペイペイを使う日は来ない気がする。使いこなせない。クレジットカードで買っちゃうとか。ああ、なるほどね。クレジットね、クレジットまで持ってないよね。あ、コロナ、なるほどね。現金触るのが、確かにそういうのあるな。そういうのありますね。確かに。あ、楽天ポイントもある。あるあるあるね。お父さんに教えてもらおうか。横でお父さんに。うっちーさん、チンアナゴ、ありがとうございます。あ、そういうこと？キャンペーン。でも世界はそう、電子マネー化していってるんですよなんか、え、お金さ、でもさ、あれさ、チャージするのさ、ペイペイチャージするの、チャージをせんといけんじゃん。チャージするのめんどくさくないの？って思う。ペイペイにチャージをしないといけないじゃん、一回一回。ペイペイのお金がなくなったら。あれ大変そうって思うね。ねえ、ちょっとめんどくさがりめんどくさがりだからさ、なんかそのまんま
払っちゃえばいいや、払っちゃえってなっちゃう気がする。ペイペイ、いやカードだけの世界になったら私はもう生きていける自信がありません本当に使いこなせる自信ない全然。ね、チャージね、チャージでも、あ、どこでもチャージできるんか。あー、財布にお金、なるほどね。あー、なるほど。あ、じゃあ下ろしたり、そういうことか。下ろさずに、下ろすんじゃなくても携帯のなんだろう、そっちの電子機器に下ろすじゃなくてなんか入れるみたいな、下ろすのと同じ感覚ってことか。銀行からお金をみたいな感じスマホ全部入れたら確かにそれもありそう。そう、イコカとかパスピーはね使ってるよ、あの電車乗るときに使ってる。支払いとかはしたことないけど、あ、クレジットとつなげるってこと。あ、なるほどね、なるほど。あ、そっか、銀、そっちとつなげたらいいのか、難しいよ。難しい。こんばんは。あ、うつ、大丈夫だから、いや、現金派の皆さんを裏切りません、私はあ、財布忘れ、確かにね。でペイペイ持って払うようになってったら財布あんまり持ち歩かないってこと。皆さん財布あんまり持ち歩かなくていい。クレジット確かに使いすぎ怖いね。私も怖いな、クレジット。こんばんは。クレカは何ですか。クレカって何。クレジットカードか。クレカ、現金でも言うよね、現金は消えて全部電子マネーの世界になります。お母さんもまだ現金派なんよ、どっちかというとね。お母さんもまだ電子マネーあんまり使いこなせないみたいな感じで、どっちかというとお姉ちゃんとかお父さんとかの方がなんかそういうの得意っていうか、全然使いこなせちゃうタイプなんですよね、家族的に。私とお母さんがね、どっちかというと無理。なんか機械類もめっちゃ苦手、機械類の操作とかあんまり得意じゃない。確かに。あ、なるほどね、電子化。日本はそっか、まだゆっくりの方なのかな、電子化の進み具合が。え、じゃあ、え、なんかこの質問あれかな、なんかプライベートの話かな。え、財布の中に
現金で、現金、現金でいきましょう。これは財布の中に何円入れとかんと気が済まないというか、絶対に何円は入れときたいタイプですか？絶対に何円は財布の中に入れとかんといけんみたいな話。ちょっとプライバシーかな。やめとこうか。何円ぐらい、だいたい何円は入れとかんとなんかみたいな感じ。あ、で結構 A1 3年生、え、すごい幅が、幅が広いですね皆さん回答の。あー、まあ、なるほどね。ね、それぞれだね。結構分かれるんだ。そっか、カードがあった。確かに。すごい。なるほどね。大人ですね。自分ね、自分3000円なんですよ。自分もね、3000円。まだ3000円あって、たら1日外、だいたい3000円は財布の中から切らさないようにお金使ってる、使ったり下ろしたりしてますね。3000円、そっか、それぞれだね、みんなそれぞれなんだ。プライベティだね。すっごいどうでもいい情報かも、私が財布の中に3000円入れとかないとみたいな情報。え、待って、この前さ、聞いて、この前ね、なんか私1個か落としたんよ、駅で。それが、聞いてください、広島の心優しいお話。なんか広島駅で、そう、1個か落としちゃって、しかも1個かとパスピーが入っとるあのケースごと落としちゃって、全然気づかんくって。で、なんか、その、なんだろう。お仕事じゃないけど、その事務所の方に行く道中に落としちゃったんだけど、その、場所について気づいて、あ、私なんか落としたと思って。落としてしまった、定期、と思って。でも、どこに落としたか、全然見当がつかん、んすぎて、どうしたらいいか分からんくて、そのままほっといとったんよ。落としたって気づいて、ほっといとったら、その日、公演、オープニングアクトの日だったんだけど、オープニングアクト終わって、付け座っとったら、電話がかかってきて、知らん電話番号から。で、え、何この電話番号と思って、一回切って、電話番号調べたら、広島駅からみたいな感じで、電話番号の場所がね、え、なんでだろうと思って、広島駅もう一回折り返しで書き直したら、駅にその落とし物でイコカが届いてましたって言って、岡田あずみさんですかみたいな話になって、あ、そうですそうです、落としましたって言って、なんだろう、落とし物の場所みたいなところに預けてるので、まあ何日に取りに来てくださいみたいな連絡を取って、まあ無事ね、全然大丈夫、中も確認しても、お金もそのままで、全然ね、もう無事の状態で手元に届いたんだけど、よかった、本当に。そう、いい人に拾ってもらってよかった。だって多分広島駅で落としたっぽいからさ、広島駅に届いてるってことは、もしかもしね、もうなんか悪い人にがところに行ってたら、広島駅だったからそのまま1個かで使ってって、なんかどっかもうもうそう、どっか別の場所に私の定期が連れて行かれてしまっていたかもしれなかったのに、そう、本当にいい方に拾ってもらって、本当によかった、もう焦りました。そう、中もね、使われてなくって、結構入れとったんや、それが3000ぐらい入れとって、結構よね、3000チャージしとったんよ、受験、ほんまに。それ以降はね、落としてない。
としてないですね。もうめっちゃ気をつけて落とさんように、落とさんようにしてました。めっちゃ焦ったね。え、大きいよね結構ね、額がね。いやほんと広島いいところ、いいところですよ。確かに、なんで電話番号分かったんだろう。なんか登録しとったんかな。あ、登録しとったんか、自分イコカに、イコカに登録しとったんか。電話番号分かった、分かった。首から、いや本当に首からかけとかんといけん今度からでもね、落とし物ってね、落とし物した瞬間怖いし、なんか落とし物って怖いね。あんまり本当人生一番大きな、いやうん、そんぐらい、そんぐらい、そんぐらい、あんまり落とし物しないから割と人生最大ぐらいの大きな落とし物でした。一個か。あ、これはあずみの定期だってそう、名前入れとったんよね登録。じゃあ、あれも登録しとってよかった、よかったよかった。みんなも、みんなもみんなも落とし物には気をつけてくださいね。あ、みつきさんね、新幹線に忘れたやつ話ですよね。携帯を新幹線に忘れられて、博多でしたっけ。え、鍵落としたの、大丈夫、無事、無事、無事見つかりましたか。無事見つかった。鍵焦るね、鍵焦りますね。なんか私、あの溝の中に鍵を落としたことがあります小学校の時に小学校の時のエピソード多すぎるよね。なんか小学校の時にお母さん、なんか近くの広場、河川敷広場みたいなところで、河川敷広場みたいなところでみんなで、なんか友達家族と私ん家の家族で、バーベキューみたいなしとったんですよ。で、先お家戻っとってもいいって言って、友達と一緒に家に帰りたくって、でお母さんに鍵をね預けてもらって、友達と一緒にわーって走って家帰ってたんですけど、その道中にその網、下にさ床の網あるじゃん、道路の網、下が水になってる網の、ちょっと大きめの網の水に手が滑って鍵ポチャンと落としちゃって、そう、あれはもう泣きました、大号泣しましたもう岡田家は一生お家に戻れないと思って小学校の時だからさ、なんか本当にもう重大事件かと思って、その私が鍵落としたのが、全然なんか流れがある川じゃなくって、水たまりみたいな、水が溜まってるような、あんまり深くもないような場所だったから、網をこう上げてこう拾いに行ったら全然取れたから大丈夫だった。お姉ちゃんに取ってもらったんだけど、その鍵はね、そうだから全然ね大丈夫だったんだけど、もう大号泣してうわー鍵落としたー。そう、小学校の私には結構なショックでしたっていうエピソード、懐かしい。あ、グレーチング、そうグレーチングです、用水路みたいなところ、そうそうそう。落とし物かな、そんぐらいかな、なんかわかんない、もしかしたら記憶を遡ったらもうちょっとあるかもしれないけど、今思い出せる範囲ではそれが一番記憶に残ってる落とし物だな。
バスの中に、バスの中とか電車の中に忘れたりするのも怖い。そうだよね、終点の、確かに。だって連れて行かれちゃうもんね、バスとか電車とかに落としちゃったらさ。その場所に落としたらもうその場所にそのものは止まってるけどさ、バスとか電車とかタクシーとかに落とし物しちゃったら動き続けるからもっと大変だよね多分ね。乗り物に落としちゃったら、新幹線とか。あ、そうなんだ、交渉する。すごいお仕事。エレベーターない、乗り口の溝に、あの溝、確かに大変そう。あそこ物落としたらもう永遠に帰ってこれなさそう、あそこの溝は。あ、タクシーの中落としとったんだ、よかった、無事で。鍵が大学よく、ほんと昔は泣き虫だった昔は泣き虫でした。うっちーさん、スイカありがとうございます。ありがとう。あ、ペッタラポッタラ食べた。おー、嬉しい。どうだった、美味しかった。何味食べました、牡蠣とアナゴ。美味しかった。宮島行ったんだ。美味しかったですか嬉しいな。ペッタラ、そう、なんか50年コンサートの時とかペッタラポッタラ食べたよって報告してくださる方が何人かいてくださって、めっちゃ嬉しかったです。もうペッタラポッタラ愛好家としてはもう幸せな報告ですペッタラポッタラが広まって嬉しい。おっちょこちょいかも。昔の方がおっちょこちょいだった。なんかチャカチャカしてた、多分チャカチャカしてましたね、行動とかいろいろ。サービスエリア怖い、それはどうしたのそれ、また行ったのそこのさ、サービスエリアに。ひゃー、ねー。あ、エアポッツね、わかる。私もエアポッツ落としそうになる。私も落としかけたエアポッツめっちゃギリギリだった。歩きながらこうやって耳につけてたらパッて耳から落ちちゃって、コロコロコロって転がって、もう穴のギリギリ手前ぐらいでキャッチしました。危ない、あれもう落としちゃったらね大変だよ。エアポッツ落としたらもうあれも危ない。やったことある。それからもう、だからそれ以降立ち止まってエアポッツつけるの心がけるようにしました。立ち止まって落ち着いてエアポッツをつける。あずみやじゃあ、あずみや愛好家になったあずみんをたくさん広めてくださいそう、勝手にペッタラポッタラ大使。片道100キロ？めっちゃ遠い。めっちゃ遠いじゃん。片道100キロって。リアル、そう、ぜひぜひ。8月ね、広島でリアルお話し会があるので、そう、その時にね、そのタイミングで広島来るよって方は、ぜひね、宮島寄ってみて、宮島に寄って、ペッタラポッタラ食べてみてください。ペッタラポッタラは、船降りるじゃん。船降りてそのまま海沿いにもう右側に歩き続ける。船降りて右側に、海沿いに沿って一番海側に沿った道をもう永遠に右側に行きよったら見えてくる。あるよ、こっち側にペッタラポッタラの店見えるけん、海に沿って歩く。右側を、右方向に海に沿って歩きます。海に沿って歩いたら見えてくるよ、ペッタラポッタラの店。
や怖いね、溝、エレベーターの溝が怖い。あ、ツアーでペットラポッター買ったよ、美味しかった、美味しかった、美味しかったよ、ペットラポッター、やったらめったらしっちゃかめっちゃかみたいなそう、ペッタラポッタラっていうペッタラポッタラっていう食べ物なのよ。美味しいよね、宮島にある、広島の宮島に。エアポッツね、エアポッツなくしがち、落としがち、でも結構衝撃、なくしたらちょっとねショックでかいね、エアポッツは。エアポッツはイヤホン、イヤホン、そう、イヤホンです。確かに落とす。ゆうくんかわいい、ありがとうございます、こんばんは。え、なんかあとエアポッツ、あの充電するの忘れてて、充電切れ、充電切れとかよくしちゃう私、エアポッツね。結局有線、有線は一番、有線が一番いいのは、一番いい、あの紐付きのやつは一番いい気がする。災難すぎる、車に乗られて、こんなこと。あ、リアル行きます、ありがとう、待ってます、リアルお話し会待ってますお待ちしてます。そう、牡蠣が乗ってるのとアナゴが入ってるのとどっちもある。ぜひぜひ食べてみてね。右に行って厳島神社の前に商店、あ、商店があるね。ね、商店街の中入ったらいけんのよ。商店街の中に入らずに。商店街の外側にある、中入っ、中にはないんですよ。そう、ちょうど商店街の一番海沿いに出たところにある。スタバ、スタバとかあるじゃん、スタバまで行かない、スタバまで行かないですね、めっちゃ手前、スタバまでは行かない、こっちの手前の商店街の海沿い、海側かな、商店街のちょうど商店街入り口の海側ぐらい、海沿い、海沿いを歩いとったらね絶対見つかるよ。そうそうそう、舗装されてない道、そう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 、そう、エアポッツはなんかエアポッツはSTU48 に入って初めてもらった、なんていうんだ、生々しいかな、お給料っていうのかな、なんかもらったので買った大きな買い物がエアポッツそう、初めてもらったお金で初めてエアポッツを買いました。高いからさ、いつか欲しいなと思ってて、欲しいなと思って、でも高いからなぁと思ってて初めて買ったの買っちゃおうと思って初はエアポッツです。ずっと欲しくって気になってたから。そうそうそう、なくせないやつ、初任給ってやつか、そうそう奮発しちゃった。そうだよね、そう、自主練の時にそれあるよね。なんか今までその踊ったりするのにイヤホン、紐付きのイヤホンをつけてなんか踊ったりしてたんだけど、結構不便で、紐付きだったらイヤホンが
じゃけん、イヤポッツはね、めっちゃ楽ちんです。そう、踊ったりする、練習したりするときにめっちゃ、あの、大活躍できる、イヤポッツ。え、最近気になった、ワイワルさん、ありがとうございます、嬉しいありがとう、ありがとうね、お話できるの楽しみにしとるけんね待っとるけんねありがとう。あ、アフタートーク見てくれてるんだ。今ね、あのリボン見てる、みんな家族、家庭教ヒットマンリボンを見てます。哲夫さん、ハートありがとうございます。自分も続きが気になってる今。めっちゃね、めっちゃ今あのモヤモヤする展開なの。なんか途中まで見て、なんかあのアジト、地下にアジトがあって、その主人公たちのね、まあ、敵チームの敵と主人公がいて、主人公のアジトが地下にあるんだけど、敵側に主人公のアジトの場所がバレてしまって、なんかあのなんだっけ、探知機じゃなくって、あの盗聴機だっけな、探索機みたいなの仕掛けられてて、敵にアジトがバレちゃって、その敵が潜入するぞー、おーってなってるところで止まってますめっちゃ気になるよね、その続きが気になりすぎて、もうめっちゃいいところ、めっちゃいいところで終わっとるんよ物語が。そう、乗り込むぞ、おーって敵がなっとるところ今で、もうアジトのもう真上、地下にあるから真上までいて、掘るぞ、おー、エッサホイサエッサホイサってやってるようなシーンで止まってるんです。そう、ボンゴレリングのあたり、ボンゴ、え、リング、あの未来編見てる、未来編めっちゃ気になるんよねそう、本当にそこで止めてね、来たんですよ。だからその続きをショールーム終わったら見るえ、本当に面白い、めっちゃ面白いけん、え、もう見てください、家庭教ヒットマンリモン、もうここで皆さんに普及をしちゃう、めっちゃ面白いですよ。なんか初めはちょっとギャグっぽい感じなんだけど、もう面白いもう面白い、面白すぎてもう止まらない、やめられない、止まらない。だからアニメ好き、アニメ全然好きだよとか人は、ちょっと本当に一回調べてみてほしい家庭教ヒットマンリボーンです。ぜひ調べてみてね。続きはお伝えしちゃダメだよネタバレ禁止ですこのルームネタバレ禁止ですよ。めっちゃ面白いけん、もう本当に見てください。おすすめです。おすすめ作品ね、絵がね、だんだん、なんかね、そういう作品多いよね、初期と絵がだんだんこう変わっていく作品、漫画とかもだいたいね、だいたい自分も最後らへん、なんか中間あたりの絵が好きです。漫画とか初期から中間あたりでまた絵が変わって、また最後らへんになるとまた絵が変わるんよね。中間あたりの絵が好き、だいたい漫画全般的に。そう、主人公だんだんかっこよくなってくる。なんか初めはちょっとヘタレっぽいキャラクターなんだけど、だんだんこうかっこいいキャラクター、今だからすごいかっこいいですよ、主人公のキャラクター。ジャンプアニメですね、見てみて、ぜひ見てみて。そう、覚醒する。あと今じゃ、これ最後の話ね
話。なんかなんか お姉ちゃんがねめっちゃ今日うなぎ食べたよ。うなぎ食べました。土曜の牛の日でうなぎ食べましたよ。食べました皆さん、うなぎ。なんかお姉ちゃんが羊羹、玉の羊羹みたいなの買ってきてくれて、玉羊羹みたいな、丸い羊羹、水羊羹じゃないんだけど、玉羊羹みたいなのを買ってきてくれて、それが今眠っとるんよ、うちの冷蔵庫に。それを食べるのが今一番楽しみっていう話。玉羊羹、そう、また送るね、メールでも。玉羊羹みたいなやつ、そう。うなぎも美味しかった。うなぎ食べた。なんかなんかね、今日お母さんが尾道のおじいちゃんおばあちゃんのところにお姉ちゃんと帰っとって、でちっちゃい時からめっちゃよく食べに行ってたうなぎ屋さんがあるんだけど、そこのうなぎを今日買って帰ってきてくれて、だからなんか懐かしい味のうなぎを久しぶりに食べれてめっちゃ嬉しかったの。昔家族でみんなでよく行ってたうなぎ屋さんのうなぎを買って帰ってきてくれて、すごい懐かしい味だった。美味しいのよね、そのうなぎが。そう、最後は食べ物で終わりです。うなぎと、そう、うなぎと羊羹の話。いや、お店でなんかテイクアウト、うなぎだけテイクアウトできて、うなぎだけテイクアウトしてもらったやつをお家に持って帰ってきて、お家で食べました。お家で食べたうなぎ美味しかったね。羊羹、玉羊羹みたいな名前は多分玉羊羹じゃないけど、玉の、また食べるね。明日配信持ってこようかな、玉羊羹。じゃあ最後は食べ物話で締めは食べ物話で食べ物で締めます。でも多分なんかよ、爪楊枝で割るっぽい感じなのかな、食べ物多分ちょっと食べ方わからないんだけど、まだ爪楊枝で割る系っぽい、ぽそう。うちさん、千万両ありがとうございます。鍵37さん、いいねありがとうございます。よし、じゃあ壇上を読みます。13位よっちゃん、ありがとうございます。12位やる気猫Kさん、ありがとうございます。11位阿部芽衣最強説さん、ありがとうございます。10位キャトルさん、ありがとうございます。9位コロコロさん、ありがとうございます。8位カギ37さん、ありがとうございます。7位アツシさん、ありがとうございます。6位成田さん、ありがとうございます。5位のぶいちさん、ありがとうございます。4位とっちゃんぼうやさん、ありがとうございます。3位哲夫さん、ありがとうございます。2位アシテピチさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルバン、ウッチーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとね。ありがとう。明日はお話し会です。おつ、もっとっと、明日もお話し会なので、ぜひぜひお待ちしてます。楽しいお話たくさんしましょうね、明日。楽しい話をたくさんしましょう。順番変わっちゃった、今順番が変わっちゃった。
よし、できた。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。おやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。明日よろしくね。明日何時にしようかな。明日決めてなかった。9時から配信しようかな。明日夜9時から配信します。明日よろしくね。楽しみです。明日よろしくお願いします。たくさんお話ししましょうね。ありがとうございました。ゆっくり休んでね。ありがとう。よし、じゃあねーねーあずみんで終わります。せーのって言ったらねーねーあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー、ありがとう。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ、バイバーイ。おやすみなさーい。